下城小学校及び下城村中心部留学時、下城村は長野県の最南端である下稲郡のほぼ中央に位置する村。山林が約7割を占める村だが、伊藤基平村長の政策で、村職員の意識改革と他の自治体と比較にならない、少数専維化2.0を超える高い出生率、村民に資材を支給して、 農道や林道などの小規模な工事を村民自身に依頼するという方針などを行いながら補助金に頼らずに健全財政と黒字収支という結果を出した。他の自治体関係者からは理想を実現させた村として熱視線が送られ、省庁、大学、日本政府の関係者などを500以上の団体が視察に訪れるなど奇跡の村と呼ばれる。東は天竜川を隔てて、 安岡村と北はあっち側やうぐいすす側を隔てていいだし、あっち村と西は下城山脈により、あっち村と南は阿南町と接している。村名は室町時代の初め海の国からこの地に入り、室町中期から戦国期に前世を極めた下城市に由来する。少子化対策にいち早く取り組み、成果を出している自治体として知られている。 1997年度から子供がいる、結婚の予定がある、村行事、消防団への参加などの入居条件を犯した低家賃の損営、若者定住促進住宅を整備した。その結果、出生率が全国平均を上回っており、2004年度の出生率は2.59%。2014年度の出生率は2.03%。 2012年度からは、戸建ての建設費の10%を補助する事業も開始している。また高校生以下の医療費を無料としている。人口減少に危機感を感じた伊藤喜平が1992年に村長に就任し、各種行財政改革の後、上記の施策を実施。結果人口は4千人台を回復。奇跡の村、地方創生の成功例などと、 各種メディアで紹介されるようになる。2015年の国勢調査結果では、人口は再び4000人を大きく割り込んだ。その原因については、全国的な人口減少の流れに加えて、などが挙げられる。数々の改革で業績を打ち立て、村を奇跡の村と呼ばれるようにした前村長の伊藤紀平は1992年から6期24年。 村長を務めて2016年に引退した。公民館、会議室などと構築された多目的施設、アシュタムランド下城内に1995年に開館。警察機関は阿南警察署が消防業務は飯田広域消防本部が担っている。村内に鉄道路線はないが、天竜側の東岸を飯田線が走る。村役場からの最寄り駅は、 隣接する安岡村の東笠駅。なお、飯田市の中心まで車で30分ほどで、通勤圏内である、上記の村営住宅入居者をはじめ、飯田市在勤者が多く、同市への通勤率は35.07%。主要産業は農業で、蕎麦、梨、リンゴ、干し柿など。また、親伝塾で栽培される、親伝絡み大根は、 一般の青首大根に比べ、辛味成分イソチオシアネートを4倍近く含む激辛大根であり、おろしそば用の高級薬味として重宝されている。道の駅シナノロ下城リフレッシュパーク下城本、龍太の故郷であることを PR する看板。ありがとうございます。